日本近畿地方京都府京都市左京区、吉田吉田神社の節分大祭、この界隈が最も賑わいを見せる時期の一つである。吉田は京都府京都市左京区南部の地名。ここでは、吉田を干渉する左京区内の各町の総称として用いる。京都大学吉田キャンパス、左京区の南部に位置し、吉田さんを中心とする。 丘陵部、及びその西側の第一一帯からなる。北は、今出川2を挟んで田中、北白川、東は、浄土寺、黒谷町、南は、岡崎、小五院、西は、鴨川を挟んで、上行区に接する。教域は、かつての京都府あた郡吉田村、及び京都市編入後の上京区吉田町の村域に、ほぼ相当する。 この教育のかなりの部分が、吉田神社を中心とした吉田さんの緑地、及び、京都大学吉田キャンパスが占めていることから、住宅地であると同時に、学生向けの定食や、喫茶店などが多く立地する、学生街としての性格も併せ持っている。一部を除き、小学校区は、第四近隣学区、中学校区は、この絵学区に属する。吉田の地名は、 平安時代の文献に登場する古くからの地名で、早いものでは、日本気略の上限2年4月新外上に現れる。この時期には、山城国渡後軍、西清里号に属し、古い時代には、吉田屋と称されて有料が行われたほか、平安系の装置であった、神楽岡の西側に位置する関係もあって、天皇、皇族や、貴族の領母の地であった。また、 藤原氏の氏神である吉田神社が上岸年間に建立され、当時の公家たちはしばしばこの地に参詣した。その後、平安末期から鎌倉時代にかけて、公家の山荘が造営されるようになり、鴨川東岸に面し、この江河原の邸と呼ばれた武将、源、頼政の邸宅のほか、現在の百万雲交差点付近に所在していたとされる。 西恩寺工業の別荘、吉田泉殿はよく知られている。室町時代には、応仁の乱において、細川勝元が当人をこの地に置いたとする説もある。また、鴨川対岸の後人口を起点とし、この地区を斜めに貫いて北上する滋賀越道は、隣接する白川村を経て、大見国方面とつながる古来からの重要な街道で、あり、 戦国時代末期には、織田信長が、その上落に祭し東から大軍を率いてこの、街道を通っている。信仰の地として、江戸時代になってこの地区は、アタゴ吉田村としてまとめられ、村の大半が、吉田神社の神職である吉田家の所領地となっていた。吉田神社は相変わらず多くの人々の信仰を集め、幕末期には、神楽岡の南に新たに、 黒隅教の教祖、黒隅宗忠を祀る宗忠神社が造営されるなど、宗教地区として知られていた。その一方で、この時代の水運の発達や、陸上交通の主要路が山条街道に移動した、ことで、村内を通る主要街道であった四賀古市道の重要性も次第に低下していった。幕末期、終わり判定の建設同じ幕末期には、軽の正常。 不安定に備えて上落する各藩の藩士、士士が増加し、鴨川を挟んで御所に近い吉田の地は、各藩の新たな拠点の候補地として、注目を集めることとなった。この中で、藍津藩が、現在の京大吉田キャンパス薬学部構内、東南アジア研究所付近に判定を置き、さらに現時元年には、尾張藩が、現在の京大吉田キャンパス本部構内に相当する。 敷地に下屋敷を置き、下級藩主を住まわせた。この藩邸の建設は、吉田村の主要な交通路を変えることとなった。すなわち、藩邸が、南側の東西通りに正面を向けて造営された、ことに伴い、吉田神社は、南側の大本宮へとつながる、従来の参道に変えて、当時名前もなかった、この東西通りを新たな参道として整備したため、 東一条通りがこの地区の主要路の一つとなった。さらに、戦術したように次第に街道としての重要性が薄れつつあった滋賀こ市道は、終わり判定敷地によって、途中を塞がれ通りとしては中断する形になり、現在に至っている。なお現在も、東大寺通り東側に残る石垣は、この終わり判屋敷を取り囲む石垣として建設された、ものである。 文京地区への変貌と学生街の形成明治元年、吉田村は京都府に属することになった。吉田村はもともと大根、茶、菜種などの畑が広がる近郊農村であったが、1887年には京都府より合津藩、下屋敷屋土地の払い下げを受けて京都織物会社が設立されるなど近代化の波が及ぶようになり、1889年には 市町村政志向によりこの地区は、京都市上京区に編入され、吉田町と改称された。そして翌1890年、吉田三世六の時間席の終わり班、屋敷跡地に、第三高等中学校が開校したことで、吉田地区の景観は、本格的に変化することとなる。さらに1897年、第二の帝国大学である、京都帝国大学が、 第3高等学校からの高地の譲渡を受けて開校し、3校は大体の高地として、この江山道南側に移転すると、以降近隣の吉田地区では、この2校が高地を拡充するとともに、学生のための菓子屋、飲食店、雑貨店が開業し学生街が形成されるに至った。1902年には、京都高等工芸学校が、現在の京大、西部校内、 1905年に聖火女学校が現校地。1907年に京都市立美術工芸学校が現在の京都大学大学院塩寒観光地に開校、移転し、吉田地域は市内でも有数の文教地区となるに至った。市電開通と市街地の整備明治末期から大正初期にかけて市電がその路線網を拡張すると、 まず1913年に、熊野神社前までの路線が開通し、ついでそれより、北の東、王子2が整備されて1928年に100万円まで、1930年には、今出川2の延長によって100万円から河原町、今出川までの支電が開通し、京都市中心部との連絡が容易になった。これにより、吉田地区では京大及び三考の高知の拡充と、 共に、宅地開発が進行した。その一方、当時の京都市三大事業の一環として、鴨川対岸から架橋して、東一条通に市電を敷設する計画も持ち上がったが結局実現せず、鴨川東岸からまでの工事東一条までの区間が、拡幅されるに止まった。以上のような市街地開発に並行して、1918年には、 町名の改正が行われ、吉田町は、吉田牛の宮町、泉戸の町上足町、中足町、下足町、河原町、立花町、本町、近江町、日本松町、上大寺町,大寺町、中大寺町、下大寺町、神楽岡町の14町に分割された。左京区役所の設置と、移転1929年に上京区から分離して、 佐京区が新設されると、吉田を町名に関する14町はいずれも佐京区に属することになり、吉田中阿ち町一番地の京都市立会が、専門学校跡地に佐京区役所が設置された。このため、京都有数の文京地区となっていた吉田地区は、同時に長く、佐京区の行政の中心地でもあり続けたが、2011年区役所が、 松ヶ崎に移転したためその地位を失った。いずれも1918年の町名変更によって、吉田町から分割され新設された。以降、1959年に、吉田かぐ岡町と浄土寺西田町、銅板場町と、町域交換したことを除けば、現在に至るまで、吉田地区内の町名の変更、新設はなされていない。 東西通り南北通りバス鉄道以下、括弧内の所在地の町名については、吉田をそれぞれ省略。2011年4月まで、左京区役所、左京区福祉事務所が中田地町に所在していたが、現在は松ヶ崎に移転している。神社協会かつて京大正門前で、中西屋書店が営業していたが、1980年代末に閉店した。 京大キャンパス内の京大生協店舗については、当該項目を参照。京都大学キャンパス内の史跡、遺跡については、当該項目を参照。ありがとうございます。